はい、レオンチャンネルです。今ガシャポンから荷物が届いたんだけど、視聴者さんからぶっ飛ばソウルの大当たり券もらって、グリスブリザードライドウォッチのメッキ版の限定アイテムのキャンペーンに応募したんですけど、ガシャポンから到着するものってそれな気がするってことで開けよう。これさ、全然当たらないっていう話なのに、まさかお手紙と一緒に大当たり券が入ってるっていう。え？全然わかん、ん？どうなってる？何も紙も何も、ああ、あるある。紙も何も入ってなかったんだけど、おーおーはははは。基本はでも、いつものレアメッキバージョンなんだけど、え、何？なんかちょっと、オーラ感じる？ベース部分が光ってる？あ、そんなことないか。はい、取り出すと、メッキバージョンのグリス来たー！グリスブリザードか！グリスブリザード来たー！いや、これはでも、やっぱすごいね。これが通常のガシャポン版のグリスブリザードで、こちらが今回のメッキ版でキャンペーン限定アイテムですよ。ベースでもブラックは変わってないか。で、ここの前面パーツが、このようにメッキになってて、正面がメタリック、シールで、基本的にはいつものメッキアイテムと仕様自体は変わってないんだよね。一瞬なんかこの辺のベースも光っているように見えたけど、勘違いか。同じように前面パーツがメッキになってて、ライダー側部分がメタリック仕様になってるだけですね。とはいえこの特別感、標準のものと比べると全然色違いますね。サウンドは変わんないんですよね。じゃあ聞こう。これをね、手に入れるためにかなりお金を投入した人もいるって話ですから、サウンド変わってればいいんだけど、どうだろう。グリスブリザード、グリスブリザード、激闘進化。変わってないね、やっぱ。グレイシャル。で、この4がループで、標準のもの聞くと、あ、でもやっぱ、でもグリスブリザードってもともと水色系だから、ノーマルバージョンでも全然違和感ないですよね。うん、やっぱ変わんないな。変わりませんね。サウンド自体は完全同じで、本当に見た目がメッキになってただけで、いつものキラキラメッキバージョン、レア枠のキラキラメッキバージョンと変わりませんね。でもカズミン自体が人気キャラだし、グリスの V シネ前にこういう特別なアイテムが到着したのは嬉しい。ピン配列とかも特に変更なしですね。そしてこっちに紙も入ってた。これに何か書いてあるとかはないですね。ご当選おめでとうございます。始めようぶっ飛ばソウルキャンペーン。まあ、僕が当たったわけじゃないんですけど、視聴者さんがね、当てて僕に送ってくださったんですが、特に特別なことは書いてありませんね。いやでも大当たり券からのすごいものをいただいてしまった。どうせならメッキ合わせでジオ2と組み合わせ。はい、発光は、イエローで、いいね。メッキ同士のこの、光り方、変身。ブリザード。で、ちゃんとここにグリスって出ましたね。グリスライドウォッチとピン配列は共通と。
グレイシャル、トゥワイスタイムブレイク。あとは一応ディケイドにセットすると、ビビビビルドで作品名ですね。この辺の挙動もいつもの2号3号機ライドウォッチと共通です。デラックス玩具で発売したブリザードナックルと比べるとこうで、確かにこれメタリックカラーが使われてますから、この色でも全然それっぽい配色になってるんですが、黒とメタリックブルーって考えると、まあアイスブルーねって考えると、今回のメッキカラーの方がどちらかというと近いのかな。これはメッキでの限定アイテムか納得かも。てか本家のサウンドも久々に聞きましょうか。ボトルキーン。できてるよ。サウンド派手だな。でも V シネにさ、この姿があったから、これ使うと死んじゃうから、どうなるんだろう。はい、元ネタサウンドはこんな感じ。はい、ということで視聴者さんから大当たりチケットをいただいて、到着したキャンペーン限定アイテムのグリスブリザードライドウォッチキラキラメッキバージョンを紹介しました。だいたいメッキバージョンってすでにデラックス版で発売したアイテムがメッキ化されることが基本なので、こういうガシャポン限定アイテムがメッキ化っていう時点で超絶特別感あるし、いかにカズミンとかグリスブリザードが人気キャラクターかどうかっていうことがわかりますよね。とりあえずこれで新たなメッキライドウォッチがまた増えましたので、本当ありがとうございます。以上、キャンペーン限定グリスブリザードライドウォッチキラキラメッキバージョンの紹介でした。